こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。今日はですね、ミスドの新商品を買ってきました。今回の春の新作がですね、桜が咲くドドーナツっていう名前なんですけど、ドドーナツなんですよ。ドーナツ、桜が咲くドーナツじゃダメだったのかなって、こう8時間ぐらい悩んでしまったんですけども、まあその桜が咲くドドーナツのドーナツを全種類買ってきたので紹介していきます。桜もちっとドーナツ、桜フレーバー、桜もちっとドーナツ、きなこ、桜もちっとドーナツ、あずき、桜フレンチ、桜フレーバー、桜フレンチ、桜風味ジュレ&フレーバー、間違った、桜フレンチ、桜風味ジュレ&ホイップ、桜フレンチ、あずき&ホイップ、はい、ということで並べたんですけど、ドーナツポップっていうね、こんぐらいのピンポン玉サイズのドーナツもなんか新商品が4種類ほど出てたらしいんですけど、うち2店舗行ったんですけど、ミスタードーナツどっちもなかったので諦めて普通のドーナツをね全種類買ってきました。ということでね、お腹と背中がくっついてしまいそうなので早速いただきます。まずはもちっとドーナツの桜フレーバーからいただきます。この紙も食べれるの？食べれないね。いただきます。うん、もっちもち、もっちもちよ。これ、この上にコーティングされてるのも桜の味しっかりするし、何よりこの中の生地がめちゃめちゃもちもちです。うん、中の生地がピンク、コーティングも生地もピンクだからね、もうピンクが好きな人に至れり尽くせり。こんなん秒、最後いただきます。うん、うまっ。では次はフレンチの桜フレーバーの方いただきます。いただきます。うん、この2つは中にクリームが入ってるんだけど、これは中にクリームが入ってないタイプですね。うちクリームが入ってない方が好きだからもってこいですね。もちろんこれも美味しいんですけど、この桜フレーバーの2つだったらうちはもちっとドーナツの方が美味しかったかなって感じですね。うん、美味しい美味しい。じゃあ次はきなこいくと見せかけてのあずきいこ、いただきます。うん、うん、中のあずきが結構たっぷり入ってます。あずき好きのあずき好き、あずき好き好きの人だったらこれめっちゃいいと思います。うちホワイトチョコレートすごい好きだから、ここのホワイトチョココーティングされてる部分の美味しさが異常です。でもこれ結構くどいから後半に食べてはいけない。これ食べるときはぜひ前半に食べてください。うん。次はジュレいきます。ジュレ、桜風味ジュレ&ホイップ、いただきます。うん、うん、ジュレ入ってるわ。この中に入ってるジュレが桜風味めちゃめちゃ強いです。だから桜味、桜味っていうのかな、桜味好きな人だったらこれすごいおすすめです。桜風味強いけど結構食べやすい感じですね。これもまたね、このストロベリーチョコレートついてるところがめっちゃ美味しい。汚いのダメな人見ないでくださいね。これジェル、ジェル、ん？ジェル？ん？違う、ジュレ、ジュレがねたっぷり入ってるんですよ。花見してんなって感じ。このドーナツがうちの口の中でお花見してんなって。でも本当にそろそろ桜も咲きますね。
3月下旬ぐらいに咲くのかな、東京は。では次、もちっとドーナツのきなこいただきます。これめっちゃ美味しそう。いただきます。これね、中の生地普通なのかなと思ったらちゃんとピンクでした。まあ、桜もちっとドーナツだからね、ピンクでも入れないと桜どこってどこって話になっちゃうから。桜ときな粉合うのって思うじゃん。合うの、びっくり。乾杯。だー、余裕だと思ってたけど最後の1個になったら急にきつくなったな。じゃあ最後、桜フレンチのあずき&ホイップいただきます。いただきます。なんか正直全部の主張が強すぎて誰が主役なんですかって感じなんですけど、うち的にはこのホワイトチョコが一番強いかなって。でも美味しいです、味は美味しいです。小豆もこの桜もちっとドーナツの方が美味しかったかもしれない。うちそもそも自分でエンゼルフレンチ、このエンゼルの生地のやつを選んで食べることがあまりないから、あまりっていうかないから、桜と小豆とホイップが合います。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでミスドの新商品桜が咲くドドーナツを食べていったんですけども、うち的には桜もちっとドーナツ、桜フレーバーと一番最初に食べたドーナツが一番美味しかったです。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。